余計なものなどないよね。すべてが君と僕との愛の構えさ。少しくらいの嘘やわがままも、まるで僕を試すような恋人のフレーズになる。このまま二人で夢を揃えて、何気なく暮らさないか。愛には愛で感じ合うよ。ガラスケースに並ばないように何度も言うよ。残さず言うよ。君が溢れてる言葉は心を超えない。とても伝えたがるけど、心に勝てない。君に会いたくて会えなくて寂しい夜、星の屋根に守られて恋人の切なさ知った。このまま二人で朝を迎えて、いつまでも暮らさないか。愛には愛で感じ合うよ。恋の手触り消えないように何度も言うよ。君は確かに僕を愛してる。迷わずに Say yes。 迷わずに愛には愛で感じ合うよ。恋の手触り消えないように何度も言うよ。君は確かに僕を愛してる。Say yes. Say yes. Say yes. はい、こんばんは。今夜もね、チャゲアンダスカさんの Say yes を歌いました。2016年10月の31日月曜日の生存確認です。今夜もね、いつものようなさりげなく生存確認の一環としてこんな風に配信してます。はい、どうもこんばんは。あ、どうもね、ヘイさんのこんばんはね。どうもね、今日は比較的早かったな。ね、どうもね。さて、まあ、早速、ね。でももう10時になるからね。じゃあ、ちょっと、アルコールバーナー使おうか。アルコールバーナー今日使いましょうね。アルコールバーナー、トランジアで。どうも。小手さんどうもね。今日はアルコールバーナーさ。昨日はサラダだったからね、今日はアルコールバーナー使おうね。アルコールバーだ。あちゃ。よし。じゃあ今日は燗酒飲もうと、燗酒。今夜は燗酒行こうと思いますんで。今夜は燗酒行こうと、ちょっとね、燗酒セット持ってくんで。燗酒飲もう。ミニトランジアっていうセットだから、ミニトランジアっていうセットね。今夜は燗酒飲もうかな。仕事帰りに買ってきたんで、2リットルパック、新たなの買ってきましたでしょうね。これ今回はね、沢ノスルのね、
日本酒はね、これ三和の鶴の和の酒ってやつ。ほや、これ買ってきた。これね、もうこれを燗酒にして飲もうと思います。川の次って赤札の上でね、税込800円ぐらい、800円ちょっとかな、税込みでね。じゃあ行こうか、燗酒。これ1本だけにする、ね、1本だけ。じゃあ1本だけです。1本だけ。これだけでいい。はい、缶酒開始。どうも、今日は日本酒です。明日缶酒。どうも。じゃあ歌おうか。缶酒できるまでもう一回歌おうかね。今夜もね、セイエス歌ってますね。よっ、余計なものなどないよね、うん、すべてが君と僕との愛の構えさ、少しくらいの嘘やわがままもまるで僕を試すような恋人のフレーズになる。このまま二人で夢を揃えて、何気なく暮らさないか、愛には愛で感じ合おうよ。ガラスケースに並ばないように何度も言うよ。君は確かに僕を愛してる。Say yeah, say yeah。 言葉は心を超えない、とても伝えたがるけど心に勝てない。君に会いたくて会えなくて寂しい夜、星の屋根に守られて恋人の切なさ知った。このまま二人で朝を迎えて、いつまでも暮らさないか、愛には愛で感じ合おうよ。恋の手触り消えないように何度も言うよ。君は確かに僕を愛してる。迷わずに Say yes。 迷わずに、愛には愛で感じ合おうよ。恋の手触り消えないように何度も言うよ。君は確かに僕を愛してる。 Say yes。 Say yes。せいえー、はい、こんばんは。秋山さんどうもね、うん、A さんどうもね、はい、はい、今夜はね、3日わかんない、まだし休みだったらどっか朝から行こうと思うけどね、まだわかんない。あ、神崎できてきたかな、神崎。今日も暑かんね。今日仕事帰り赤札で買ってきた、これ、これ飲みます。あ、ぐずぐず言ってきたね、神崎。いいね。
ゴキブリですね。ゴキブリがいるんですね、ゴキブリ。固まっちゃった？固まっちゃった？大丈夫？動いてる？ゴキブリがいるんですね、ゴキブリ。あの辺ね。ゴキブリがいるんですね。もう完全にできた。よかったよかった。やっぱスティッカーもうまくいかないな。どうしようかな、スティッカーもほんと。いつもスティッカーもやろうかな。まあでもな。スティッカーもどうする、ほんと。はい、じゃあ行こうか。ゴキブリですね。じゃあ、金酒も温まってきたか。行こうか。お酒ね。いい感じだね。もう下ろそうか。さて、一回消して金酒の用意できた。さて、ちょっとつまみ持ってこうか。今日こんな感じで、熱燗ですね。こんばんは。大輔さんの今日は金酒で熱燗です。ちょっともう今日のつまみ持ってこようか。今日のつまみ。今日カツオのたたきが半額だったんで、今日カツオたたきで、カツオたたき、今日カツオたたきね、半額だったから410円の半額、これね。高札堂で買ってきた。大体赤羽で半額の時にこうやってね、大体刺身のタグを買っていきます。添付の生姜とタレで、今日カツオのたたきです。いいね。どうも。カツオは安くていいよね。通常400円ぐらいで半額だから200円ちょっとかね。いただきます。今夜カツオだ。しょうがないもんね。いるものはない。いなくならないもん。どうせいつか完全になくならないから。安い酒は買わなきゃいいんだ。安い酒はさ、ね、いい酒は常温が一番いいんだけどね。よう安いのだからね。温度とごまかすのね。温度ね。夏場は冷酒にしてさ、冷やして、冬場は燗してさ、ね、熱でごまかす感じ。これが安酒の飲み方よ。いい酒はね、常温一番、人肌が一番うまいけど、いい酒ってよくあるんだ。腰の乾杯とかさ、よく聞くやつね。久保田とかさ、いい酒はさ、人肌が一番いいんだけど、安いね。ニンニクは入れないですと。天粉のやつで。いいね。うまい。うまい。いいね、カツオたたき、最高。そうだ、カツオ茶以外のもう一品買ってきたんだ。それ食べようか。カツオね、今あるのカツオだけど、このほかに今日はね、今日はこれだ。あと、惣菜売り場にね、これがあったんでね、チーズの巻いたやつなんか揚げたやつね、これもね、半額だったんで、これもね、温めて食おうと思います、これね。これね、アルコールバーナーでね、こうやって、惣菜売り場にあったやつね、
牛巻きも返して、ああ返してないか、フライパンディール返しにしてね。この間コロッケ、多分餃子の皮みたいにチーズ包んで揚げたやつかな、ね、冷たいんでこうやってこの間のコロッケみたいに温めて食おうかなと思って。今日はこんな感じ。今日はカツオのたたきと、カツオのたたきとこれね、うん、でも半額だからね、これね。これでも全部半額品だから。これは210円だね。チーズ巻きはこれ210円の半額です。うん、手頃でいいよね、あのね。あの頃は、うちは電子レンジねえからさ、こうやって、揚げ物、冷めた惣菜とかはさ、揚げ物はさ、こうやって、から入りしてね。フライパンでいいんだ、フライパンでいってもうまいよね。わざわざ何だろう、普通のギターでやる場合ね。で、噛むだけ。カツオうまいね。カツオちゃん。うん。もういい感じだ。よかった、秋山さんもさ、この間からそのアルコールストーブ持って、休みの日にアウトドア行くといいよ。うん。あれ持ってさ、ね、うん、一日だったら500の1本まで足りるからさ、休みの日にさ、外で飲みに行くのもいいんじゃないか。うん、もういい感じだ、もういいや、温めるだけだから、もう火止めようか。こんな感じで温めるだけなんで、はい、こんな感じ。チーズ巻き、うん、うん、あ、いいね、うわ、噛んだけ、うま、うん、うま、小麦粉にさ、チーズ入れて揚げたやつだね。うん、うん、うまいや。惣菜でも半額品だからね、冷めてるんで、こうやってフライパンでアルコールバーナーで炙ってね。ああ、うまいや。よかったね。三日の日はどっか行こう。休みだったらどっか行こう。文化の日ね。わかんない、まだ。中日出勤はさ、前日に言われることあるからな。うん。カツオのたたきね。うん。あ、うまい。うまいな、カツオは。安くていいよ。いや、ほんと、秋山さんもさ、その、この間買ったアルコールバーナーね。それ持って外で、ね、行くといいよ。うん。外で休みの日なんかさ、雨降ってなければいいと思うね。うん。いいと思うよ、それ。外でさ、飲みに行くんだったら、お店入ったら高くするけど、それ持ってさ、ちょっと近所のお店でさ、飲み食いするものを買ってやれば、すごい安上がりで飲めるようだからさ、ね。探せばどこでってあると思うんだ、その辺、いろんな場所に。カキの使える場所ってさ。でもアルコールバーナーだったら、それほどね、
個人の範囲内だから、ね、結構できる、大丈夫ですか、それほど大丈夫だと思うんでね。うん。焚き火とかだけ、ウッドストーブと違うからさ、結構使えると思うんで、うん。音もしないしね、うん。よかった、そういうこと言おう、あれ。せっかく買ったんだからさ、アウトドア楽しみましょうね。そのアルコールバーナー持ってさ、そう、休みの日に飲みに行くといいよ。うん。ね、お店入るより全然安上がりだからさ。せっかく買ったんだからね。はい、待ってね、一人飲み。どうも、ことみさん、どうも、こう、今日は YouTube ライブの方やってんですね。その書き込み見て。どうも。今日は燗酒です。熱燗でね、これカツオのさざきだ。うん。ウッドストーブか。ね。値段的に僕、やっぱあれ、最初に陸さが2000円ぐらいなんじゃん、中国も。あれは結構いいと、あれ、まず、あれ、ちっちゃいやつ、値段も安いからさ、2000円ぐらいの。千何百円かでね。バーゴもいいからね。バーゴ高いから、あれ、この子。ね。バーゴ5000円ぐらいするからね。まずあれ、僕、中国製の、いつも山に持ってってるあれだっていいと思うよ、買うんだったら。ね、値段も手頃でさ。送料込みで2000円以内だしな。うん。で、うん。あれ、木以外はやっぱ燃料食わないからいい。まあ、木を割るの大変だけどさ、木を割るの。うん。まあ、割り箸でもいいし、ほんとね。100円ショップだったら50本でさ、100円なんだもん。あれ、小さいウッドストーブだったらさ、1回分ぐらいの燃料十分だと思うんだ。割り箸50本で。うん。そう、50本。割り箸だったらアルコール燃料よりも手に入るもんね。その辺のローソンストアでも買えるからね。そうだ、あれ、ちっちゃいタイプのさ、ウッドストーブだったらさ、ね、100円ショップなんかで50本100円ぐらいあるじゃん。あれでもちょうどいいと思うよ、1回分なら。アナウさん、どうもね。アルコールバーナー小さいですか？うん、僕ちょうどいいと思ったけど。あれでも、あれって小さいって言うんだったら、ウッドストーブでかいのが欲しいのか。うん。まあ、探せばいろいろあるからね。うん。どうだろう、僕勧めるのはね、ユニフレームのネイチャーストーブ、あんまごとくがしょぼいからな。ごとくんがしょぼいから、流れたいあんまりよくない。ネイチャーストーブ4000円ぐらいで買えなくなるけど、なんごとくんが不安定でしょ、あれ。ネイチャーストーブってあれ、ユニフレームのね。うん。だその、よくさ、そのストーブのまがいものいっぱいあるからさ、いろんなの。本家は高いからさ、中国製のやつだったら2、3000円で結構いろいろだから、良さそうなの買ってみるとどうかなって。うん、本家高えからさ。でも、まがいもの系でも結構使えるからさ。ねえ。買ってるよ。うん。うん。そう。外でもいつも風防があれば使えるやろ。外でもいいです。風防があれば。うん。このシリーズのやつをちょっとつけて。カツオのたたきは食べ終わりました。ね。
今日はこれ一本で。今日はこれ一本で。まあ日本酒だからね。うんね。じゃあ最後。うん、うまい。今日はカツオのたたき、あとツマの大根食っちゃいましょう。ツマの大根、ツマ残さないからもったいないもんな。でもこう残せずいいんだよな、大根のツマとかさ、もったいないよね、あれいうの。絶対残さないもったいないもん、ここな。今週3日休みだと嬉しいね、うん、3日休んだそうでしょ、ね、で3日休み明けまた、うん、で金土でなさに来るだもんな。飛び散りはいいよねこれ、うん、連休じゃない方がいいよねあれ、ね、仕事もさ張り合いでいいんだからまたね、また2日行ったら休みだと思えばさ、ハッピーマンデーなんて作ってさ、無理やり連休作っちゃってさ、くだらねえよな。あの法律のためにさ、それがなくなっちゃったんだ俺、連休にしたって無理やりね。週の半ば休みってすごいいいと思うんだ、祝日でね。うん、はい、おいしくいただきました。うんでね、たたきもチーズ焼きも美味しくいただきました。であと残り缶酒飲んで、そうね、ほんとそうよ、うん、みんなそうね。祝日はさ、ほんと週の中も休むってあれほんと嬉しいもんな、あれね。でもそれ分かんないんだろうな、上の方はな。連休にしちゃえばさ、どっかへ出かけて金使うとか言って、無理やり連休作ってさ、で仕事の能力で悪いと思うよ、そっちの方が。連休の方が休み明けてどうしてもさ、うまく回んないもんね、休み連休明けとかってさ。週の半ばに休んでさ、休みがあって、それでまた、でその方がさいいと思うよあれ。絶対仕事の能力的にはさ、連休よりそっちの方が絶対いいと思う、同じ休みの数だったらさ。それわかんないんだよな、ほんとな、上の人はね。国会議員の人たちはさ、それがわかんないんだよな。連休にすればどっか遊びに行って金使うだろうとか言ってさ、無理やり作ってハッピーマンデーとか言ってね。そう、連休にしちゃうとさ、休み明けって仕事が回るの大変なんだよね、ほんとね。うん、そうよ、機械だって回んないもんな、それはないし。今回みたいにさ、文化の日、中間に休んでさ、ね、いいじゃない、あれ。日曜日明けて月火水で仕事行った後、中間休みで。ね。で、金土で仕事で。その方が結構リラックスできていいよね。農業は絶対そっちの方がいいよね、ほんとね。経済効果があって、絶対そっちの方がいいでしょ、あれ。工場が動いてた方がいいんだもんな、あれ。休み明けはダメだよ、ほんとね。休みボケが、最初のさ、半日休みボケだもんね。連休明けの、ね、午前中とかって。まあ、しょうがないよね。だから、底辺のことは分かんないけどね、法律作る人はね。うん、実際の現場仕事は分からないわけだね、ああいう人はね。しょうがないよね、だからね。うん、そうだ、あと2日以上はまた休みだと思った方がさ、
やりがいも出てくるんじゃないか。いや、頑張るぞってさ、ね。じゃあこれ一本。これ1合以上入るよね、これ、とっくにね。だから結構飲みだって。そうだね、そう、休みの前。そう、だからさ、連中だって休みの前の人少ないもんね。ね、休みがばらけてた方がさ、休みの前の人も多いしね。まあしょうがないよね。でも今回は良かった、文化の日半ば休みでさ、文化の日、11月3日文化の日。平野部なんかそろそろ紅葉かもしんないね。この間10月の半ばに奥多摩行ったけど、奥多摩山の方のね、確かにそうだね。平野部なんか今頃、これからだろうね、紅葉はね。でも綺麗だったな、この間奥多摩な、紅葉があって。富士山もくっきり見えてよかったな。よし、年末年始楽しみだな。年末年始は晴れてたらば雪のかぶった富士山が見えるわけだな、きっとな。楽しみだな。M もすごいかな、M。霧がね、結構ね、霧だったら全然見えないからさ。M だった。ああ、でも本当今年は大きかった、僕の後だわ。ねえ、山小屋のテント場、キャンプもやったしね、ちょ。あれ僕のでかかった、今年はあれ。少しずつさ、アウトドアも広がってくるね、自分なりにね。初めはな、ね、日帰りのバーベキューから始まってさ、ね。一番最初は手ぶらでやったんだもんな、あれ、舎人公園で。手ぶら、国籍とお金反対だして。で、一番最初自分でバーベキューゴムを持ち込んだのが、まあ、出雲荒川の河原だっけな。ああ、でもいいや、ほんと。奥多摩か、もう3回登ったからね、3回、6、80とね。登ってくるとだんだんさ、分かってくるからさ、多少楽になってくるね、やっぱ。雲取山ね、東京都の最高峰とこですね。よかったらね、直樹さんどう、一緒に登りません？一緒に。なんでね、いいですよ、よかったら。じゃあこれ最後。あ、さっきの最後だったから、もうないか。じゃあ、今日はこの辺で。いろいろですよ、その工場にもよっていろいろ違うよ、ほんと。そんなの職種によって違うし、なんとも言えないでしょ。山登り、歩くしか山のないでしょ。登るのは歩きしかないでしょ。工場って手取りどれくらいなんか一言じゃ言えないでしょ。工場の種類にもよるしさ、ね、役職にもよるし、いろいろあって。
ろいろだよね。なんとも言えないよね、それはね。ごめんなさいね。本当なんとも言えないね。ごめんね、本当ね。参考になんなくてごめんなさいね。じゃあ今日はこの辺で終わろうか。ありがとうね。直樹さんどうもありがとう。GU さんどうもね。ヘイさんどうもね。秋山さんどうもね。AY さんどうも。TA さんどうもね。どうもありがとうね。小手さんどうもね。今日はこの辺で。おやすみなさい。で、また明日。また明日も仕事から帰宅次第ありますんでね。ではまたね、おやすみ。ではまた、ありがとうね。はい。